皆さんどうも、ピーマンドです。今回、ポケットモンスター金実況7回目。前回の冒険の続きから始めていきましょう。前回無事ね、ここの小金シティのジムリーダー、アカネを撃破し、3つ目のジムバッジをゲットできたわけだ。この街でやることはもう残ってないので、まあ、先に進んでいきましょうかね。次は、まあ、どこ目指せばいいのかわかんないが、適当に行ってちゃたどり着くでしょう。ねえ、君。このメールを持たせたポケモンを31番道路にいる友達に届けてほしいんだ。発給の頼み事、What? お願いできるかな?いや、まあ、ええけども。ありがとう。友達は太った男で。ディスってんじゃねえか。友達ちゃうやろ、それね。いつも居眠りをしてるから?すぐにわかると思うよ。あー、ポケモンマックスでモテないのか。いやいや、なんか急な頼み事ですけども、まあ、ね、やっておいた方がいいでしょ。何かもらえるケースもあるんでね。友達だっつってんのね、太った男だ、いつも居眠りしてるだ、完全悪口なんだよな。友達的な感じはしないけどね。イエース、メールを持ったポケモンを預かった。メールを読んでもいいけどなくさないでよ。31番道路まで頼むね。おっと、そういえばヘンテコな木が道を塞いでるらしいけど、もう通れるようになったかな。え、ここもかい。ねえ、前行ったとこもなんかそんなあったような気がしたけどね。ちなみにポケモンっていうのは何なんだ。飛脚。え、なんだ飛脚って。何ポケモン?あ、鬼スズメね。わお。え、てかこれってさ、届けずにそのまま、ね?取ってもいいの?人としてダメだね。やめときましょう。ゲームの中といえ、俺はあまり犯罪とか犯したくないんでね。ちょっと読んでいきましょうか、これね。暗闇のホラー穴からは別の道に続いてるよ。勇気。なんやねん、それね。ようわからんが。まあ、31番道路、この先で合ってんのかな?え、35番道路やん。31番道路ってどこやねん。わけわからん。まあ、とりあえず持っておきましょう。ねえ。このまま盗むわけにはいかないけどね。あなたポケモンジム行ってるの?私もそうなのよ。だからなんだよ。すべてのトレーナーがそうだろ、そんなもんね。そんなにいちいち共感できるか。ピクニックガールの金見。おー、ロコンいいなー、かわいい。よこせそのポケモン、俺のポケモンだろ。なわけないけどね。ちょっとポケモン変えましょう。ここは、石つるて君に決めた。ね、人から預かったポケモン、まあ、飛脚、鬼スズメね。あれを先頭に出すことはちょっとできないのでね、やめておきましょうか。そのまま盗むこともできるけど、まあ、鬼スズメなんてぶっちゃけどこでも取れるでしょ。ね。嫌というほどこの先多分見る展開が多いですから、別に、ね。そんな人のポケモン盗んでまで育てようとは思わんよ。悪いやつじゃないんだよね。俺どっちかといえばめっちゃいいやつだから。自称いいやつだからね。人にいいやつって言われたことはほとんどないが。あ、ダブルバトルかこれ。違うわ。いや、ダブルバトルなんてないからね。よし、彼女のいいとこ見せようかな。横は彼女なのか。なら絶対見せることはできないね。フルボッコンされるわ。多分別れるんじゃないかな。あ、タンタンかい。あ、そう。じゃあ横のやつもまたトレーナーってことか。で、サンド。待てよ、ポケモン変えてたな。ベイリーフ、君に決めた。で、トゲピーのレベルも上げたいからね。学習装置とかこれあんのかな、この作品に。でも昔からあるはずなんでね。早くゲットしたいんだが。だいたいね、この、ジム3個目終わったあたりくらいにゲットできるような気がするんだけど、他の作品でもだいたいそんな感じじゃん。金銀はどうなんだろう、ちょっとわからんな。そもそもあるのかどうかも正確には分かってないのもね。マリルね。あーと、ちょっと待ってよ、これ一回トゲピー戦闘に出してだな。レベル上げよう。5レベルのまんま、生まれた時のまんまだからね。せっかく卵から帰ったんだ、育てないと。あ、可愛らしいね。泣き声と甘えるしか覚えてないけどね。ただこんな技やったとしても、もう遠慮なくに攻撃してくるのが相手のポケモンですから、トゲピーがぐっちゃぐちゃになるんで、いつも。これぐらいよ、これほんと恐ろしいやん。転がる、お前そんな技持っとんのかい。まあノーマルタイプだから安心だけどね。はい、電気ショック。あー、そんな食らわんな。もう技の威力も高くないしね。これやるたび威力上がるんだよ、お前。完全あのミルタンクリスペクトじゃないっすか。間違いないよね。あれ前回クソ苦戦したわ。うわー、食らいすぎだろ、お前一気によ。もうこの電気ショックで決着じゃ。強えや、防御力が高いのかなんか知らんが全然ダメージ与えれん。イエッサ。
デトゲピーのレベルが6になった。とりあえずね、野生のポケモン倒す時でも6レベルではね、現在もうほとんど通じないですから。ほんで攻撃技も覚えてないんだからね、もっと上げていかないとね。さあ横の彼女、やっぱトレーナーだね。私の彼弱くて頼りにならないの？なら別れろや。お前今負けた現場見たろ。なんで別れねえんだ。弱いものが好きなのかな。ピクニックガールの行方。そや、こんなん絶対狙ってますやんね。行方でピカチュウって、だからピカチュウの声優が大谷行方でしたっけ？さんですよね。完全狙ってますやん、こんなん。いや、こういうのちょくちょくあるよ、ポケモン作品はね。ピカチュウは言わないんだね。ああ、この作品だと言わないんだ。で、サンムーンだとね、最新作品だと、もう普通に喋りますけど。普通の今、鳴き声だったね。どのモンスターと変わりない。こんなピカチュウ嫌でしょ。もうね、皆の記憶の中、あのピカチュウはね、あの可愛らしい声っていうので、認識してますので、こんな野生味じみた声出されてもちょっとドン引きだわ。全然可愛くないわ。さあ、メリープ15ね。石つぶてもレベルアップ。俺はいつまで石つぶてを使うんだ。行くえ。これ、彼氏の方じゃあなんていう名前だったんだろう。え？メリープ進化？ウェーイ！来たよ、これ！15で進化なんだね。15かな？合ってるよね。ウェーイ！もうここに進化した。かわいい。最高だね。で、お前もトレーナーか。多いな。うじゃうじゃじゃん。ラジオでいろいろポケモンの情報を集めてるからね。結構強いと思うよ。そんなんで強くなれるんだったらみんな強いトレーナーじゃボケ。アホか。みんな苦労しとんね。どうせ大木戸博士のなんか聞いてんだろ。あの意味のないスカスカなやつね。中身スッカスカな。聞く価値もないやつね。めちゃくちゃ言いたい放題だよ。ベリーフ、君に決めた。イエス、行ってこい。地面タイプにはこのベリーフですよ。なかなか今のところジムで役に立ってないですけどね。1戦目が飛行タイプ、2戦目が虫タイプ、3戦目がノーワルタイプですからな。相性も良くねえし。またミルタンク強いこともあってね、ベリーフほとんど攻撃できなかったし。あの、ミルク飲みが鬱陶しいわな。よくあのね、トラウマとしてあげられるミルタンクですが、あれ転がるよりもミルク飲みだよ、お前。与えたダメージガブガブ飲んで回復されるんだからね、いい加減にしてくれよって話だ。お前、どんだけミルク出とんねん。出すぎやろ、お前。自分のミルク飲むってどんな感覚だよ。気色悪いだろうね。俺男だからわかんないけど。女でもわからんと思うわ。さあ、電気ショック、一撃落としてやれ。さあ、効果抜群。ズバッとレベルなら一撃でしょう。余裕だ。全然ね、ラジオ聞いてる割には弱いっていうね。ディグだ。ああ、またポケモン変えて。ベリーフ。可愛らしいね。ヒゲないのがものすごく違和感だけどね。んで、ベリーフもレベル20になるな。一発でどうぞ。効果抜群だ。エイス！レベル20になったらなんか技覚えてくれたら神なんだが、どうだ？あ、覚えないのね。カズヤに勝ったわ。参った。高3認めるのもいいね。いや、たまに言い訳するやついますから。言い訳するやついるというかね、あ、ジムリーダーがまず言い訳したもんね、前回ね。なんか泣き始めましたから。太った男ってこいつはないよね。そもそも35番道路ですから、今。31番道路に行かなきゃダメだからね。わーお、ポケモン4体かい。ビリビ玉、恐ろしいポケモンだ。レベル2レベルしょべえ。こんなんもうね、もう体当たりで十分だわ。トゲピーで行ってもいいくらいだよ。まあ、でも攻撃技持ってないからどうしようもないんだけどね。経験値もしょぼいわ。またビリビ玉、もうここでいいよ。だんだんレベル上がっていくんじゃないかな。ほらね、レベル6になってるわ。この手のパターン来たな。いや、ジム戦のトレーナーとか多いんだよ。これね。最大何レベルまで伸びるんだろうな。15くらいなんじゃないの。全部ビリビ玉でしょ。あ、ほらね。おー、ならちょっとレベルも上がってきてるしね。石つぶて君に決めた。地面技覚えてますから。レベル10だね。あー、だから次15あたり出してくるかも。はい、マグニチュード。わお、ちょっと待てよ、お前今、イヤホン両耳につけてたからね。
うるせえ、今の音やめてくれ、急にびっくりしたわ。いや、昔の作品の嫌な音ってほんと嫌な音なんだね。今のだとね、そんな全然音もしませんが。なんだ今の気持ち悪い音は。びっくりした、ヒヤッとしたわ。プレイヤーまで嫌な思いするっていうね。さあ、レベル14かしょぼいね。まただ、やめろ、そのビーってやるやつ。ほんと耳に来るんだよ。早く倒して。もう二度と嫌な音させねえぞ。えーし、倒した倒した。やめてほしいね。今の作品だとこんなに本当に嫌な音はしないはずだよ。プレイヤーにとってね。ポケモンにとってはそれは今もしてますけどね。で、もうすぐ対決かい。こんなところで火を吹く練習。やめろや、危ねえ、お前人大量にいんのによ。なんでこんな、こんなやつがいんの？火吹き野郎。横なんかね、サーカスのやつで。サーカス関係者かな、これね。ジャグリングのやつでしたもんね。さっき戦ったやつは。で、ブーバー、お前、これめんどくさいポケモンだな、石つぶて。いやー、だいぶこの先も石つぶて使うことになりそうですね。パーティーから外れることないんじゃないかな。ただねー、最終進化がこれ交換での進化になるからね、俺友達いないんで、悲しい話ね。誰か俺と交換してくれませんねえ。じゃないと進化できねえんだよ、お前。ゴロンのまんまだよ、俺の石つぶて。それなら進化させずにずっと石つぶてでやっていこうかな。それもありだわ。てか、ブーバーとか欲しいな。いや、炎タイプ欲しいよ。ここまでゲットしてないもん。ロコンとかね、さっき使ってた。トレーナーいましたが、手に入ったら最高だね。で、またブーバーか。うん。マグニチュード連発よ。大丈夫か、このポケモンの世界ね。今の日本並みに、日本以上にね、地震が起きる国になってるよ。まあ、舞台がだってこれ日本ですもんね。ここね。最初の作品と、いや、どの作品も日本じゃないの？まあ、公式が日本とは言ってないけどね。憶測とか妄想だよ、これは。で、マグニチュード5、しょべー！やるたびにね、しょぼくなっていくんだよね。あー、でも急所当たったかな？効果抜群か。イエスター倒したわ。わー、すごい経験値もらえるね。465だってよ、パーねー。しゃ、石つぶてが強くなっていくよ。この先で合ってんのかな道はね。あ、なんか謎の交番があるが。ここ30、ここは35番道路。それ知ってるわ。おいー、お前もトレーナーかい。もう仕事しろー。職務放棄すんじゃねー。警察官がお前ポケモンバトル散らしてどないすんねん。一番怪しいのお前だよ。光で照らすな、俺のことを。で、使ってくるポケモンは番犬ガーディーだよね。警察がこれ使わないでどれ使うんだっちゅう話だ。石粒でめちゃくちゃ出番多いな。なんかここやたら炎ポケモン多いんだよね。35番道路のトレーナー。こんなにも岩タイプがね、使うこと本当にないので。で、トゲピー出てきちゃった。まずいな。ホエル鬱陶しいわ。相性悪いポケモンもあれで変えてきますからね、ホエルで。もう一回行け、石粒で。燃やされるわけにはいかねえんだよ。せっかく卵から生まれたばっかなのよ。さっきはグロいことばっかになってるよ、トゲピーは。やめろよ、こんな可愛らしいポケモン攻撃するんじゃねえ。まずい、石つぶて。よーし、マックスだ。終わった終わった。一撃だ。決着ありだ。揺れすぎ注意だね。あぶねえ。じゃあ、全員に経験値入るよ。トゲピーもね、レベル7、体当たりあたり覚えたか。指を振るが来たぞ。何が起こるかわからないやつだ。来ないな、だから好きなんだよ、トゲピーは。ガーリーか。まあ、まだちょっと戦闘で使うには早いけどね。レベル上げていかないとね、やっぱ。いや、あの指を振るはたまにとんでもない技が出ますからね。何が出るかは本当にわからないのでね。ちょっと戦闘ポケモン変えましょう。これまずいわ。ピジョン、君に決めた。石粒でもう無理だ。酷使しすぎた。てか、ガーディスピード速いんだな。全部先手取られてるよ。何で行こうかな。風、電光石火でいいや。燃やすな、焼き鳥にすんじゃねえよ、お前。もう食べる気満々やん、さっきから。グロいんだよ、やることがよ、ガーディさん。ポケモンとは思えないね。てか、警察のポケモンとは思えねえわ。その辺の犯罪よりもね、やばいことやってますけど。オッケー、無事撃破だ。時間はかかったけどね。うん。おっとっとじゃねえよ。さあ、これでも、
先つながってんの？交番行き止まりじゃん。え、あ、先つながってんのか。え、どここれ。謎の場所に出てきたが。あ、新たなとこ着いた？いい子の広場、自然の公園。え、な、BGM がちょっとなんか結構不安な感じですけどね。それがすごい気になるわ。プリントしたポケモン図鑑で友達と遊んでるんだ。クソ面白くない遊びしてんだな、お前ね。勝てば相手の図鑑シールをもらえるのさ。だから面白くねえって別に流行らねえよ。いつも公園を散歩してるの。草の中には入らないけどね。だってポケモントレーナーが勝負してくるからよ。いんのかいポケモントレーナーね、草むらの方に。あ、いるわ、いるわ、いるわ。これちょっと待てよ。あー、でもポケモンいるじゃないですか。なにこれ。ペルシアンだってよ。ニャースの進化版かい。はい、注目。あら、いけない。教師してる癖が出ちゃった。教師なのかい。あんたポケモントレーナーね。一生懸命頑張ってるみたいだからこれあげるわ。おいーす、先生の爪だ。いいね。これをつけるとスピードの遅いポケモンも先制できる場合があるんだよね。うん、先制攻撃をするようになるのよ。たまにね。今日は木曜日、虫取り大会が開かれます。ルールは簡単。手持ちのポケモン1匹で強そうな虫ポケモンを捕まえれるか比べるだけです。参加しますか？面白いね。やってみよう。うん。あ、1匹にしないとダメってことね。うん、モココ。いや、ちょっと待って。虫ポケモンなら、思考が相性いいですから、捕まえないとダメだからね。うん。まあ、このピジョン今まで育ててきましたから、ちょっと面白い大会やってるんでね、これちょっと参加していこう。エース、ピジョン以外のポケモン全部預けたね。大会で使う専用のポケモンボールをどうぞ。パークボール20個もらったよ。わーお。一番強そうなポケモンを捕まえた人が優勝です。制限時間は20分。結構あるんだな。またパークボールがなくなると終了です。最後に捕まえたポケモンは参加者のものになりますとのことだね。頑張って強そうなポケモンを捕まえてください。だから数じゃないからね。強そうなポケモンを捕まえろとのことなんで。おい、BGM もいいね。なんか盛り上がってるわ。こいつも参加者か？虫ポケモンのことたくさん勉強したからね。必ず優勝するよ。わーお、いろいろと参加者いるっぽいよ、これね。しゃ、何出てくるんだろうな。で、自分のものにもなるからね。わーコンパンだ、コンパン。いいね。コンパンが強そうかと言われたらちょっとそうじゃないしね。この場合経験値とか入るのかな。ちょっと倒してみよう。エース一撃だ。あ、経験値入るんだね。うまいじゃないか。ピジョンのレベル上げにもなるわ。なんか強いの出てこないかな。ビードルじゃないっすか。いらないいらない、全然強くないじゃないっすか。あんたピジョンの養分だよ。キャッタンピー、ほんと虫だらけだな。そらそうだか。うわ、でもレベル18のキャタピーだからね、すぐ進化するよ。なんでバタフリーに意地でもならねえんだよ。イモムシが蝶になりたくないって拒否ってるっていうね、なかなか見ることのない光景だよ。こんなもん捕まえてもしゃあねえ、いらねえんだ。最後に捕まえたポケモンしか手に入らないっぽいんでね。だから最初に捕まえるポケモンが虫ポケモンで、一番かっこいいやつ、強そうなやつを捕まえればいいんだ。こんな捕まえてるポケモン捕まえてもしゃあないよ。コクーンか。いらへんねん、このどがかっこいいんだよ。ロマンのかけらもねえや。くっそー、キャタピーの群れに捕まっとんな。かっこいい虫ポケモン出てこいや。いや、やっぱかっこいい虫ポケモンといえばあのポケモンしかいないでしょ。何かわかるか？ハッサムとかさ、ストライクだよ。まあ、ハッサムは出てこないだろうけど、ストライクはね、出てくるんじゃないですか？逆にかっこいい虫ポケモンって言ったらそれくらいしかいないけどね。おえい、来たよ、ストライクゲットだぜ、と行くぜ。よーし、待ってた、ストライクが来たー。オッケー、カモン、ストライク仲間になれよ。お前に拒否権はないからな。やられないようにしないとね、そもそも。んで、ボールは20個だからね。あ、ほんで間違ってやってもダメだからね、相手をね。残れよ。よしよしよし、もうこれくらいでしょうね。これが限界だわ。これ以上攻撃するとまずい。20個あるんだ。1個も使ってないからね。さあ、こいつストライク仲間になれ。共に旅をしようぜ。こんなとこにいてもね、楽しくはねえだろう。来いや、来いや。よっしゃー、ストライクゲットだぜ、ストライク。来た、これ待ってたポケモンゲットできたぞ。最高だね。ストライク、髪切りポケモン。
切れ味鋭い鎌を使って草むらを切り進む。あまりに速い動きで目が追いつかないとのことだね。結構危険なポケモンなんだよ。うん。で、最後にゲットしたポケモンが、そのまんま自分の手元に来るとのことなので、もうこれ以上捕まえる必要性はないですから、ね、もうこれで大会終了でいいんじゃないですか？一回出てきたらめちゃくちゃ出てくるんだね。うわ、ほんでレベルはこっちの方が高いのか、メスタイプ。まあでもレベル高いどの子のは別に関係ねえや。倒しますよ。遠慮なくね。もうゲットしてるんで十分だよ。俺はオスのストライカー欲しいね。こんなかっこいい見た目でメス言われてもね、全然頭に入ってこないんで、絶対オスでしょ、見た目的にね。もしくは両生類ですよ。ねえ。えいっす、ほんでストライク倒すとめっちゃ経験値もらえるわ。いいわ、ほんとピジョンのレベル上げになってるよ。飛行タイプはね、ぜひとも一匹は育てておきたいんでね。うん。で、俺の大会もこれで終了でええで。うん。14分です。やっぱリアルタイムだね。ああ。いや、もう終わりで OK ですよ。6分間ストライクを探し求めてたんだ。割かしすごい早い段階で出たね。では、上のゲートで結果発表をお待ちください。あ、来たよ。優勝することはできたのかな。こう、何を基準に優勝かどうかって決めんの。3番はトランセルを捕まえたピクニックガールのさとみさん。得点は301点でした。2番はコクーンを捕まえたキャンプボーイのゆういちさん。いや、もう間違いなく1位でしょ、こんなんね。面白くね、個性のないクソみたいなポケモンを捕まえるんじゃねえ。もう優勝俺でしょうね、間違いねえ。ほいーす、もう全然違いますから、コクーンなんてただのピジョンの餌だよ、お前。336点。あれ全然差がねえな。思った以上ね。500得点くらい来たのかなと思ったな。太陽の石を差し上げます。イエーイ。これはポケモン進化させるための石だからね。ちょっと今太陽の石で進化させるポケモンはいないが。うん。お返ししますね。と同時に、ストライクもゲットだからね。うん。いや、ニックネームはこれで OK ですよ。いやいや、育てるからね、これから。これで大会は終了か。よかった、優勝することができてね。僕を任すなんて君なかなかやるね。お前何捕まえたんだよ。あ、これがさとみね。あなたが優勝すごいんだ。今度一緒に虫ポケモン捕まえに行かない？これデートですよね。おめでとう。君のこと尊敬しちゃうや。ありがとう。まあ、ストライクなんてその辺で捕められてるからお前らも頑張れや。ぜひコツを教えてよ。勉強したいんだよ。師匠になってくれってことか。君の捕まえたポケモンかっこいいね。いや、かっこいいよ。虫ポケモンでナンバーワンポケモンと言ってもいいからね。さあ、早速手に入れたストライク。もう手持ちに加えましょう。はい、とりあえず、預かったポケモン飛脚を預けてだね。うん。まあ、31番道路はまだちょっとないのでね。それをまず見つけるところからだね。うん。で、ストライク。手持ちに加えます。レベル13だから即戦力で使えるポケモンっぽいね。で、これ俺今現在どこにいるんだ？ようわからん、お前。ストライクのアイコンひどすぎねえか、これ。こういうポケモンいたよな、ルビー、サファイアンね。なんだっけ？土の子みたいな名前じゃなかった？うん、そんな名前だったような気がする。ようわからんけどね。どこいんの？あら、新たな場所に出てきたね。お得な掲示板。いや、どこだよ、これ。知らないとこだ。え、ちょっと戻ろう。ああ、ほんで人いなくなってるし。みんなもう帰ったのかい。今日のコンテストは終わったよ。また今度参加してね。あの大会はですね、その曜日曜日によってなんかいろんな大会開いてんのかな？木曜日。まあ現在リアルタイムですけど。木曜日にはこの虫ポケモンの大会があるんだね。で、ここにはトレーナーがいますから。ちょっとそれも倒しておこうかな。レベル稼ぎだ。せっかく手に入れたストライクを使っていかないとね。ジクガエルの周一。謎の草か。虫タイプのストライクからしたらカモやね。うん。あ、でも虫タイプ技覚えてないんだ。虫タイプのくせんね。なんやねん、それ。なんか覚えとけや。その、ね、歯を使わないっていうね。最悪だよ。もう電光石火連発。草タイプは今回今一つだよね、虫はね。あ、1しか食らわねえ。全然吸い取れてねえや。かわいそうになってきたわ。はい、ワンモア電光石火。これで終了だ。イエース。で、また謎の草。いや、ビリリ玉。さすがにちょっと相性はよろしくないので、ここは石粒で決めに決めた。
多いな、ビリリ玉使いのやつね。何がそんなにいいんだろう。俺にはわからない感覚だね。何か引き寄せる何かがあるんでしょうね、このポケモンには。理解も納得もできんだ。さあ6、倒すにはちょっと足りないかな。ああ、一発でいけたね。やっぱ効果抜群ですから、6でも倒せるんだ。まあでも俺からしたらありがたいけどね。なんかビリリ玉の場合結構経験値もらえるんでね。で、この公園にはトレーナーはまだまだいるはずだぞ。あの虫ポケモンとの時には全部いなくなるからね。見て見て、私のバッグ、大好きなポケモンの図鑑をプリントして貼ってるの。そういや、さっきもそういうやついたな。なんかあんのか。で、トレーナーちゃうんかい。ポケモン出てきたわ。ほうほう、来た、ゲットしよう。いや、実はほうほう今までゲットしてなかったんでね。イエース、ほうほうゲットだぜ。ほうほう、フクロウポケモン。いつも一本足で立っている。足を入れ替える瞬間は素早くてなかなか見られない。見たくもねえわ。で、これまたトレーナーだ。ま、ストライクの養分稼ぎとなってくださいな。可愛いとか知らん。おお、なんかピッピの人形持ってるよ。大好きクラブの恵み、ブルーか。いや、ピッピ出せよ。おかしいだろ。その人形何だったんだよ。絶対ピッピ出てくると思うやん。ブルーだからね。可愛いか、これね。ようわからんわ。電光石火合戦だ。うわー、あと2回必要だな、これ。え、なに、木の実か。来んじゃねえ、戦いの最中にね。ほれ、尻尾あんの、ブルーに。さっきからうまく決まらなさすぎだろ、お前。怖い顔もミスってさしね。甘えるだけは成功するんだね。攻撃力がガクッと下がった。まずいな。ただでさえまともに食らってないのを下げられたら。あー、でもいいや、倒せたからね。で、こんなもんに甘えられても全然ストライクはね、ノンリアクションだわ。それどころかもう、さらにね、攻撃を加える可能性だってあるよ。で、これもトレーナーだ。うん。なーに、人の顔ジロジロ見て。あんただよ。めっちゃお前、キョロキョロしとったやんけ。あんなキョロキョロしとってね、人のこと言う？挙動不審やったで、あんたね。うわ、ミニスカートの雪か。謎の草。で、電光石火。はよ、虫タイプ技覚えろ。連続斬りとかが確か虫タイプ技じゃなかったっけな。あれ、でもあれ、二つ目のジムのね、虫タイプでのジムでもらいましたから。こう、覚えさすのもありだけどね、ストライクに。多分、虫タイプ技だと思うんでね。まあ、でも、技マシンは一つしかないからさ、今みたいに何個でもね、使えるわけじゃないから。一個使うとなくなるんだよ。そう考えたらちょっと技マシン使うのもったいないな。やめとこう。じゃあ、いずれ覚えるでしょ、連続斬りくらいならね。覚えんのかい。なんか覚えてくれよ。カラカラは確か地面タイプだったよな。ならば、ベリフ、君に決めた。うわぁ、かわいいね。カラカラ大好きよ。いろいろね、悲しいポケモンなんだよね。孤独ポケモンやから。俺と同じだよ。俺はポケモンじゃねえけど。悲しい孤独人間だ。友達いないんでゴローニャに進化できないという悲しい。そういうことが図鑑に書かれてるよ。もしもあればね。人間図鑑みたいなのあれば。さあ、撃破だ。すまんな。孤独な人間は強えんだ。時間はたんまりありますから。うわ、ハゲがいる。うわとか言うのやめましょう。ひたすらにポケモンを可愛がる。嫌われても可愛がる。それが大好きクラブの決まり。全然ね、ポケモンに優しくないクラブだな、これね。わお。ほんで子供を連れてるじゃないですか。大変だな。おお、ライチュー、デブじゃねえか。デブチューだろ、これね。ひでえな。すんげえメタボですよ、これ。食わせすぎだろ、お前、どう考えても。ね？ペット飼うときにね、それを肥満にするやつはある種虐待やからね。多いですけど、猫とかね、犬とかね。あかんよ、こんな体験にするまで食わしたら。電光石火とか絶対できないでしょ。ねえ、まとも動けてないと思うわ。たとえできたとしてももうスタミナ切れだよ。ライチューはヘロヘロで動けないってなると思うけどね。太りすぎ。まあ、昔のね、ライチューピカチュウはほんとブクブクでしたから。今が逆におかしいんだよ。なんであんなに痩せ細ってるんだろうね。僕、自爆を覚えたい。どんなお前選択肢だよ。俺21レベルになったから自爆を覚えようって悲しすぎんだろ。人生これからだよ、お前。
二次世代からね、楽しくなるからね。おー、あー、体当たり忘れさせたかな？うん。もう自爆覚えておきましょう。もうこれは最後の手段だからね。勝てそうにないと思ったら自爆すればいいんで、相当なダメージ入りますから。ただなんかちょっと石つぶての闇を見てしまったね。21という、今からが人生楽しくなるだろうっていう、ね、レベルで、自爆を覚えるという。怖えよ。お前、石つぶての闇とか見たかねえよ。まあ、とりあえずこのまま下降りていきましょうかね。トレーナーはあんな感じでしたのでね。次の街はどこにあるんだろうな。さっきのね、メールに書かれてたけど、ホラー穴の洞窟はなんか怪力でどうのこうのみたいなね。なんかで、先ありませんでしたっけ？書かれてたから。あれちょっと気になるよね。そういや、ジムバッジを手に入れたことによって怪力が使えるようになりましたからね。もしかしたらそこから次の街行く可能性もあるな。フラッシュ。あ、フラッシュって命中率下げる技なんだね。戦闘でフラッシュなんて一回も使ったことないから分かんなかったわ。明るくするものだけだと思ってたらね。ユンゲラー、いや、いいでしょ、ここは。追い打ちでね。追い込め、追い込め。わぁ、念力はちょっとまずいかもな。よく食らうわ。エスパータイプの技ってなんかめっちゃ食らうイメージがあるんだよな。で、これは特殊攻撃を上げるやつだったか。あ、命中率を下げてくる技か。やばい、当たんない。これ終わった。全然ストライクじゃない。これボール球しか投げねえ。あー、急所に当たった。グッバイ、ストライク。鬱陶しいポケモンが来たもんだ。石つぶて君に決めた。ちょっと石つぶて頼みになってるよ。俺の相棒石つぶてだ。念力何回使ってくんねえ。うわー、マジで鬱陶しいな、これね。7。できればこれで倒したいが。効果は抜群ではないので。あー、でもいけたね。よし。エスパータイプはマジで鬱陶しい。で、またケイシーか。いや、もうこのまんまで。最後も、マグニチュード。6! 6でもまあ倒せるっしょ、十分。アイース！エスパータイプ強かったわ。で、これ道が2つに分かれてるんだが、どっち行くの正解？とりあえずこっち行ってみようか。わあ、また取れなかいもん。多いわ。いや、別に俺戦いたい言ってないんだよな。視線あっただけで対決になる世界嫌でしょ。塾帰りのやつじゃないですか。もう帰れよ、そのまんまね。なんでポケモン勝負して帰ろうとしてんだよ。まずいね、相手は草タイプ。石つぶては弱点だ。かもじゃないか。こういう時にピジョンが役立つんだよな。行ってこい。あいつは草水でしたっけな、モンジャラはね。草だけだったかな。まあ、どっちにしろ相性いいことは確かだ。風起こしだ。あー、一発じゃないのね。これでおしまい。おいっ、なんでちょっと残んねん。さっき一撃で半分以上与えれてね。なんだ、急所に当たったというわけでもなかったんだけどな。はい、これで撃破。しゃ、もう帰れ帰れ、家にね。この先何があるんだ。あら、行き止まり？あ、これ、謎の木じゃないっすか。え？これ、居合切りでも、切れないからね。おう。これ動かすためには、確か、水かけるのが良かったんじゃないかな。まあ、過去作品プレイしてるんでわかるよ、この辺はね。ただ、水かけるものなんて俺持ってないよ。浄炉かなんか必要でしょ、これ。え、どっかで俺取り逃してるってこと？これもしかしたら。あら、あなた、アカネちゃんより強いんだ。動く木って知ってる？いや、知ってますよ。今まさに見ましたよ。ゼニガメ上路で水をかけると襲いかかってくるんだけど、そんなにバッチ持ってるなら大丈夫そうね。ウェイス、ゼニガニガメ上路ね。ゲットだぜ。この子がくれるのか。ララ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 、たっぷりお水をあげるわよー。なんやねん、それ。何の歌やねん。
はい、これで、ちなみにもらえる場所は、この、小金シティのジムのね、横の民家でもらえますので、あかねちゃんより強いっていうことを証明しないとダメなので、だから、ジムバッジ持ってない段階であそこに行っても、もらえないんだよね。ジムバッジゲットでき、してから、行けば、おそらくもらえると思います。まあ、何はともあれ、これでね、あの動く木は、のけれると思うんでね。はい、お前だよ、バレてるよ、もうね。うん。使いますか?はい、使いましょう。動いてるよ。おかしな木は、ゼニガメ長老を嫌がってる。おかしな木が襲いかかってきた。わーお、対決になっちゃった。さあ、来たよ。その正体は、ウソッキーだね。レベル20か、結構高えな。だから、アカネのジムバッジが必要なんだね。あれを倒せないと、ね、ウソッキーもなかなかきついですから。葉っぱかった。いや、でも貴重なポケモンなんだよね。これ、伝説のポケモンと扱いは同じだよね。倒すと、もう出てこないはずなんで、野生ではね。その作品で1体だけでしょ?確か手に入れられるの。まあ、各章なんかあるかもしれないけどね、ウソッキーの、この、出てくるかもしれないんだけど、ちょっとここでゲットしないともしかしたらチャンスはないかもしれないんで、ゲットしときましょう。カモン、旅しようぜ。こんなとこで木に化ける必要はないんだよ。はい、簡単にゲットだ。ちょろくせえこいつね。はははじょうろなんてしなくていい。最初からモンスターボール投げてみ。簡単ゲットできるぞね。仲間が欲しかったんだよ、要するに。ウソッキー、マネポケモン。いつも木のふりをしている。体の作りは植物より石や岩などに近いようだ。だから岩タイプなんだよね、ウソッキーはね。名前の通りですよ。嘘ばっかついてますから。ここは気境シティと繋がってたからね。こっち下行けば小金シティで、こっち右行けば、気境シティなんだよ。じゃ、この先またどこか街に繋がってるってことなのかな?いや、お得な掲示板とかいらないからさ。ここどこなのか教えてよ。どこなの?あら?トレナカ?だね?カナ、マナと二人力を合わせて頑張るです。あれ?そういう双子実際にいなかったっけ?マナとカナっていうのね。マナカナ兄弟でしたっけ?それをモチーフに作られてんのかな?双子ちゃんでマナとカナだからね。うわぁ、プリン使ってくんのかい?プリンじゃないですか。で、最近のポケモンのアニメでね、このプリンが出てきましたもんね。復活したんだよ。嬉しいよね。昔から見てるトレーナー諸君はね。俺も嬉しかったよ。はたくいて、歌うしねえのかい?プリンといえば歌うでしょ。まあ、眠らされると面倒ですから、すぐ倒しましょう。この先ね、どっか街に出ればいいんですけど、あるかな?ピッピね、どうしようか。ストライクでいいんじゃね?可愛らしいね、ピッピもね。追い打ち。あ、効果今一つか?いや、全然食らわねえ。アンコールされたわ。もう一回追い打ちしてほしいのか?わあ、全然食らわないからね。うわあ、指を振る気たよ。何が出る?毒毒攻撃。あっぶねえ、お前危険な技じゃねえか。これアンコールのせいで追い打ちしかできねえよ。何回すんねん、もう十分しとるわ。ひたすら追い打っていきましょう。で、指を振る、また来たわ。目覚めるパワーじゃないっすか。ドーン、効果抜群だ。やばい、もう一回目覚めるパワー出たらまずいな。あ、よし、アンコール状態解けたね。もう電光石火で行きましょう。まともにダメージ食らわないんで。こっちの方が食らうね。ほらね、最初からこうしとけばよかった。ハサミギロチ、お前ハサミ持ってないやんけ、おかしいやろ一撃一殺じゃねえよ、お前ざけんなよ、めっちゃ強い技やんけ。え、これ当たれば一撃ってやつだよね。うん。まあ、当たる確率がものすごく低いやつなんですけど。もう、とんでもねえ、こんな可愛らしい見た目からハサミギロチンとか、お前、双子ちゃんもドン引きだろ、ほんと。二度と使わねえってなってると思うよ。俺すらなるもんね。なんだこれはと。危険なポケモンじゃないかと。勘弁しておくれよ。意地悪どっちがだよ、お前。ハサミギロチンで俺のストライクぐちゃぐちゃにしやがって絶対許せねえよ。双子ちゃんだからどうのこうのじゃないよ、これはね。グロいな。うわ、ちょっとこいつ鬱陶しいトレーナーじゃないの?なんかポケモン眠らされるとどのこうの言ってたよ。間違いないサイキッカーの量だ。スリープね、どうせやってくる技は催眠術だろ?クソみたいな技戦い方で来るんだろうな。
先に倒すのはこっちだ。これどうだ。あーダメだ、催眠術を投げた。もう鬱陶しい、マジでこいつ。眠ってしまった、起きるの待ちましょう。うん、ぐっすり眠ってるわ。目開いてますけどね。まあ、最新作だとね、当然眠ったら目を閉じますが、昔は違うからね。あ、技封じられてる。あ、もうポケモン変えるわ。ね、変えた方がいいわ。石つぶて君に決めた。マグニチュードで一撃で倒しましょう。これまた眠りで来るよ、多分。夢食いね。あぶね。多分今の技、眠ってる相手にめちゃくちゃいいみたいだね。またもう、ね、こういう催眠術とか麻痺にさせる技とか、ポケモンって異常に当たりやすいんだよね。ドラクエリスペクトしてくれよ。この手の技当たりにくいぞ。他のゲームの名前は出したくないけどね。これお前勘弁しろよ、マジで。ほんと戦いにならねえよ、お前。ほんとまた催眠術ってめちゃくちゃできるじゃん。うーわー、いや、ここで全滅ありえるよ、マジでね。こんなん戦いになってないんだから。卑怯も卑怯、卑怯じゃないですか。ゲームの仕様を利用した戦い方じゃねえか。クソ面白くねえ。そんなメタ的な戦い方やめろ、お前。電光石火だ、バカ野郎。で、また催眠術ですよ。あ、よし、外れたぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。当たってたまるか。倒せ。あー、ちょっと残るか。金縛り。あー、使えなくなったか。まあ、いいわ。どっちにしろ催眠術さえしてこなければこっちの勝ちだ。吹っ飛んでけ、この野郎。トレーナーもろとも吹っ飛んでけ。あっち行っちまえ。邪魔でしかない、それね。嫌われるで。まあ、あれ人間性がわかるわ。ポケモンの戦い方ね。出ますから、濃くね。うん。こういう戦い方してる人間はちょっとあまりいい人生を送ってないトレーナーだよ。わかるんだよ。さ、新しい街。あ、到着しましたね。ちょっと和風な感じじゃないですか。ポケモンセンターもあり。そしてジムもあんのかな。ちょっと何シティなのか。現在確認できてないんですけどね。ジム、あ、ジムありますね。はい。何シティなのかめっちゃ気になるんだが。エンジュシティだ。あれ？エンジュのなんかポケモンセンターにマサキがいるって、そういや小金シティでなんか言ってた。ねえ、マサキの家が小金シティにあるので、そこにいた妹と母が言ってましたけどね。リーダー松葉。千里眼を持つ、修験者。え、千里眼？なんでそんなん持っとんねん。ポケモン勝負関係ないやん。がポケモンセンターだね。あら、なんか来ましたよ。ワイマサキ、君は？いや、いきなり自己紹介で何も聞いてねえよ。ふーん、ピーマン言うんか？とこ来たな。今な、タイムカプセルの調整が終わったとこやね。君も知っての通り、ポケモンって交換できるやろ？それで昔の人とも交換できるよ？タイムカプセルが作られたんや。でもな、昔の人が知らんもんは？送ることができひんねん。パソコンがパンクしよるからな。そやからこっちで昔になかったもんは外さなあかん。はっきり言うたら新しいポケモン？新しい技は？タイムカプセルでは通信交換できへんねん。まあ、その辺調整済んだし、明日になったら全国のポケモンセンターでタイムカプセル使えるはずやで。ほなわい、小金買えるわ。たまには親孝行せんとな。ほな、バイバイ。タイムカプセル、まあ使うことはないでしょうね、この先。冒険にはあまり関係のないもんだからね。うん。急に自己紹介されたかびっくりした。ワイマサキってね、初めて会った人に急に言う？あ、どうもでしょ、まずこんにちはって。それじゃないから、いきなりワイマサキなんやねそれね。はい、無事新たな街に着くことができましたね。エンジュシティという場所になるわけだ。今回の実況はこれにて終わりにして、次回の実況で、まあ、このね、エンジュにはジムリーダー、ジム戦もありますし、そしてね、各民家もちょっとなんか和風な感じでいい作りになってますので、まあ、次回ね、いろいろと回っていきたいと思います。冒険をね、していきたいと思いますので、次回の実況も楽しく、見てくださると嬉しいです。ここまで見てくださった皆さん、ありがとうございました。グググググ、バイ、また会おう。